霊圧氏は、中華民国の実業家、政治家。主に上海で様々な事業に取り組んだ人物で、後年、王朝明政権に参加した。また、キリスト教徒としての活動も著名である。旧名は、ケンヤス、後に、霊圧氏と改名。中華圏では、地の離島でも知られる。1893年、ネーハのメソジスト系学校である会へ、アキラ進む書院に入学する。 1896年、私立上海西予派ネ書院に進学した。1904年に卒業し、ネーハに戻って、カエー、アキラ進学堂副校長兼英語教員などを務めている。翌年、メソジスト系教会である、改名行動の牧師を兼任し、後にネーハフ外交顧問も務めた。1911年、侵害革命が勃発すると革命派に加わり、 ネ年ハ軍政府外交部次長兼交通部次長を務めた。翌1912年春に辞職し、友人と、片聞き法という新聞を刊行し、総経理となる。その後、地方政府や企業で経営に携わったり、通訳を務めたりした。1917年に二度日本に渡り、商工業の視察を行っている。1920年、 上海年少林先行思想経理となり、さらに、上海国民銀行、党ごとなども兼ねた。1925年、上海各界馬事商会総連合会会長となり、さらに商業会を代表して、上海交渉学連合会に加入した。後には、上海公共疎開過人納税会副理事長、公部局下古門、が正し児党の役職を務めるなど、 上海共同疎開で養殖を歴任している。日中戦争勃発後の1937年10月、上海難民救済協会秘書長を務める。翌月、上海が陥落すると疎開に引きこもった。1940年、王朝明政権において上海市商会主任委員に任ぜられた。翌年12月に日本軍が疎開に入り、 公部局が解組されると副総統に任ぜられ、引き続き公共疎開の運営や公共事業に関わっている。また、上海キリスト教青年会の活動にも従事した。1942年6月、上海特別市商会の成立とともに、理事長に任ぜられ、さらに大花銀行総経理も兼任した。翌1943年3月、 全国商業統制総会理事、財政部中央貯蓄会管理委員会理事となり、9月、米家で統制委員会、ヒカルソナ委員会主任委員となる。また、王長明政権が推進した、新国民運動促進委員会でも委員を務め、全国武士統制審議委員会委員にもなっている。1944年6月、全国経済統制総会理事、 米家で統制委員会主任委員に任せられた。王朝明政権崩壊後、円谷綾罰氏は、紹介席の国民政府に官官として逮捕され、懲役7年の刑を言い渡された。1948年3月、特殊され、香港へ一時移住している。1951年、上海へ戻り、1953年8月、上海市人民法院において、 再び漢漢の罪を問われ、懲役10年が言い渡された。しかし同時に、縁の老齢、病態を考慮するとして、その執行は免除された。1954年12月24日、上海市にて76歳で病没。ありがとうございます。